はい。ということでね、今日の動画は、まあ、今ね、アメリカが、トランプが、こう、ファーウェイ排除したりとか、あとね、TikTok 禁止になっちゃいましたよね。そういったことに関する動画なんですけれども、こういったね、禁止っていうのが、もう結構ね、他にもいろんなところにね、関わってくるんじゃないかっていうね、そういったニュースをちょっと紹介していきたいと思います。例えばですよ、スナップチャットのスナップとか、あと、電気自動車のテスラ、他にもね、バスケットの NBA とか、いろんなところにね、関係してくるんじゃなかろうかっていう、そういったニュースがあったらね、ちょっと面白いなと思って紹介しようと思いました。はい、じゃあそのニュースちょっと読みますね。トランプ氏、TikTok、WeChat との取引禁止。トランプアメリカ大統領は6日、中国の動画投稿アプリ、TikTok 及び通信アプリの WeChat が関わる取引を米国居住者が行うことを禁止する大統領に署名した。禁止は45日後に発効する。アメリカ国民の個人情報が収集されることによる国家安全保障上のリスクを理由に挙げているっていうことなんですけれども、ここまではね、皆さん知ってますよね。なんかこれがですね、TikTok と WeChat、これが禁止されるっていうだけじゃなくて、この大統領令っていうのはですね、まあこれ TikTok をやってる会社がバイトダンスじゃないですか。そして WeChat。あ、WeChat っていうのは中国版の LINE みたいなものです。中国版 LINE だと。これをやってるところがテンセントって会社なんですけれども、なんか大統領令にはですね、バイトダンスとテンセントとの不特定の取引を禁止するっていうことがね、書かれてるんだそうなんですよ。もしくはこれ口頭で言ったのかな？なんかとにかくね、まあ、トランプにとってはもう口頭で言っても同じですからね。なんか僕はそう捉えてるんですけども、とにかくね、そんなことをトランプが言ってると。あ、やっぱこれ大統領令に書いてあるんですね。で、なんかこの大統領令は曖昧に表現されていて、このね、バイトダンスとテンセント、この2つの会社との不特定の取引禁止するって書いてるわけじゃないですか。この表現がすごいね、不透明で、いろんなところがね、今こう、やばいよやばいよっていうふうにね、心配してるってニュースなんですけれども、このね、大統領令の禁止なんですけれども、8月6日に発表されて、45日後ってことはですね、9月21日からもう禁止だってことになるんですけれども、まずね、バイトダンスの TikTok、そしてテンセントがやってる WeChat、これが禁止されることはもう確定なんですけれども、他にね、どういった影響が出てくるかっていうと、だってね、このバイトダンスとテンセントとの不特定の取引ですから、この会社、別に TikTok と WeChat に限るって書いてないわけですよ。で、ちょっと紹介したいなと思ったニュースのタイトルなんですけれども、これがですね、これ英語の記事なんですけれども、Fortnite and League of Legends Players could be collateral damage from Trump's WeChat ban なんですけれども、要は直訳するとね、Fortnite と League of Legends のプレイヤーは、トランプの WeChat 禁止によって巻き添えを食うみたいなね、collateral damage。そういったね、記事のタイトルなんですけれども、まずですね、この Fortnite と League of Legends、これってのはすごい人気のネットゲームなんですよ。めちゃくちゃ人気ですよ。だからこれがね、WeChat の禁止の巻き添えを食うんじゃないかっていうタイトルなんですけれども、どういうことかっていうとですね、結構ね、e スポーツ業界が心配してるってことなんですよ。この Fortnite、これゲームのタイトルでやってるところがね、Epic Games っていうところなんですけれども、ここのね、もう規模、この Epic Games ってどれぐらいでかい会社かっていうと、これがですね、去年の売り上げで42億ドル売り上げてるんですよ。だから日本円で約4400億円ぐらい売り上げてる会社なんですよ。で、これの半分はさっき言った人気ゲームのフォートナイトが稼ぎ出してるんですけれども、だからこのフォートナイト1年間で2000億円ぐらいに売り上げてるゲームなんですよ。まあ、とにかくね、4000億円ぐらい売り上げてるゲーム会社、これがエピックゲームズです。で、ここの人気タイトルがフォートナイト。で、さっきやったように、フォートナイトとかリーグオブレジェンズのプレイヤーが巻き添えを食うんじゃないかってタイトルなんですけれども、なんでかっていうと、このゲーム会社、エピックゲームズなんですけれども、これがですね、なんと 40% のこの株ってのをテンセントが持ってるんですよ。さっきね、WeChat 禁止の巻き添えを食うって言ったんですけれども、この WeChat をやってるとこはテンセント。で、このテンセントとさっきのね、TikTok をやってるバイトダンス、こことのね、不特定の取引を禁止するっていうのも追加されてるわけですよ。だからね、この辺がよくわからないと。テンセントが 40% の株式を持っているこの Epic Games、これはどうなるんだって話なんですよ。その辺がね、ちょっとわかんなくなってくるっていう。だから、これほんと最悪の最悪の最悪ですけれども、いや、最悪の最悪ぐらいかな。そう。だからね、このエピックゲームス、ここが提供しているフォートナイトだって、やっちゃダメだっていうふうにね、まあ、ならないと思うんですけれども、なるかもしれないっていうね、そういったことなんですよ。で、これですよ。他にも、リーグオブレジェンドってあったでしょ？リーグオブレジェンドの会社、これがね、ライアットゲームスなんですけれども、このね、リーグオブレジェンドっていうゲームもね、すごい人気のゲームなんですよ。ここをやってるところがライアットゲームズだと。ここなんかですね、まあ、徐々にだったんですけれども、最終的にね、2015年にテンセント、またテンセントなんですけれども、テンセントがね、完全に買収してるんですよ。もう 100% 株主です。だからね、ライアットゲームズって言うと一応ね、アメリカの会社だったんだけれども、中国のテンセントが 100% 買っちゃってるわけですから、スタッフとか社長はアメリカ人かもしれないですけれども、でもね、会社で言ったら 100% 中国の会社ってなっちゃうじゃないですか。だからね、この場合どうするんだって話なんですよね。
テンセントとの不特定な取引を禁止するって言ってるけれども、このリーグオブレジェンドをやってるライアットゲームズは、オーナーはテンセントだよって話なんですよ。他にもね、コールオブデューティー。これもね、ゲーム好きな人は知ってると思うんですけれども、ここのね、アクティビジョンブリザード。ここもね、5% テンセントが持ってるんですよ。まあ、5% ぐらいだからいいかもしれないですけれども、だったらね、どこで線引きをするんだって話でしょ？はたまたね、ライアットゲームズは 100% テンセントが持ってるから、このリーグオブレジェンドってのもかなり有名なゲームですからね、どうするんだって話なんですよ。まあそういったことで、特にね、e スポーツ業界、そういったところが心配してると。まあ e スポーツ業界っていうからにはね、プレイヤー、選手がいるわけですから、その人たちもね、心配ですよね。やばい、俺がプレイしてるリーグオブレジェンド。これって結局テンセントが持ってるものだよなって考えたらね、心配でね、腕を磨こうかどうしようかってなっちゃうじゃないですか。で、一応こういったことに関してホワイトハウスってのが声明出してるらしいんですけれども、トランプじゃなくてね、トランプじゃなくてホワイトハウスの当局者ってのが誰か知んないですけどもね、テンセントが出資しているゲーム会社は行政命令の影響を受けないっていうふうにね、なんかロサンゼルスタイムズにね喋ったそうです。でもね、やっぱりこう不明確だと思うんですよね。だってさっきも言ったようにリーグオブレジェンドのライアットゲームス、ここ 100% テンセントが持ってるんですからね。で、今ゲームの話でしたけれども、他にもね、やっぱテンセントって言ったらすごい大きい会社なんですよ。めちゃくちゃ大きい。中国でも一二を表す IT 企業ですから。ってことはね、世界でもね、5本指に入るぐらいじゃないですか。まあジャンルにもよるけれども。でですね、このテンセントが他にもね、株式を持ってる会社があって、それがですね、皆さん、スナップチャット知ってますか？日本ではね、なんか流行らないんですけれども、世界で見たらね、すごいスナップチャットって流行ってるね、アプリなんですよ。まあいわゆる SNS の中の一つです。これのね、株式の 12%。結構な量だと思うんですよ、12% って言うとね。この 12% テンセントが持ってると。で、他にもですよ。皆さんご存知のテスラモーターズ。電気自動車の会社ですよね。最近も時価総額がトヨタを超えたってことになってますよね。もちろん売り上げはまだまだなんですよ。でももしかしたらトヨタを超える売り上げになるんじゃなかろうかと思ってるから、時価総額がね、トヨタを超えたわけですけれども、そういったね、すごい会社。この会社の株式も中国ってのはね、5% 持ってるんですよ。すごいことですよ。で、他にも、アメリカ版の2チャンネル、レディット。レディットなんかレジットなのかな？ここにね、株式とは書いてないんですけれども、1億5000万ドルの投資をしてるんですよ。本当からやっぱ株式じゃないですかね、投資っていうぐらいだから。で、他にもですよ、関わってくるのが NBA。まあ、さっきも言ったようにね、別にテンセントとかバイトダンスが株を持ってる会社って言い方してないんですよ。株を持ってる方がきついと思うんですけれども、言い方としては、テンセント、バイトダンスと不特定の取引をしてるところって言ってますから、まあ、不特定の取引ってもよくわかんない言い方ですけれども、取引。で言ったらね、この NBA はですね、例えば去年なんかはね、5億ドル相当のコンテンツ契約っていうのをね、去年結んだんだそうです、テンセントとね。まあ5億ドル相当ですから525億円とかね、そういった規模の契約、そういった規模の取引をしてると。取引、テンセントと不特定の取引ってなんだよって話ですからね、これもね、当たるかもしれないですもんね。まあこういったね、一文もあったんですけれども、今回のトランプの禁止っていうのはアメリカ企業の既存の利害関係、こういったあたりをね、例外として見なすかどうか、そういったことっていうのはね、まだまだ現時点では不明なんだそうです。そういったところ不明にされてね、バイトダンスとテンセントとの取引を禁止するって言われてもね、困りますよね。しかももう45日後から始まっちゃいますからね。で、あとちょっと面白かったのが、他にもね、テンセント。で、テンセントは WeChat を持ってると。中国版の LINE ね。で、何が面白いかっていうと、LINEPay ってあるじゃないですか。LINEPay。あと PayPay とかね。で、この WeChat。WeChat っていうのも WeChat Pay って機能があるんですよ。要はキャッシュレス決済ね。で、なんでもこのテンセントはアメリカで、アメリカからね、中国に来た観光客ってのはもちろん当然いるわけじゃないですか。まあ最近コロナで少ないと思うんですけれども、まあコロナが復活したらね、また来るわけじゃないですか。で、去年とかもいたわけですよね。まあそういったこともあって、アメリカの人が中国に来た時に WeChat Pay を使えるように、そういったことをね、促す取り組みっていうのはアメリカでしてたんだそうです。でもこれがね、アメリカ居住者は WeChat 使っちゃいけないってなったわけですから、もうパーですよね。そういったこともあったりとか、まあ他にもね、細々あるんですけれども、WeChat でやり取りしてたアメリカ人と中国人の間で混乱が起きてるとかいろいろあるんですけれども、まあそういったことを受けて、テンセントの香港に上場してる株っていうのが、まあ1日で 10% 下落したと。で、あとですね、これがちょっと一番面白かったんですけれども、大体ね、僕の動画見てればわかると思うんですけれども、例えばですよ、イギリスがファーウェイ排除を決めたと、そういった声明をイギリスが出したと。そしたらもう同じ日ぐらいに中国がこう反撃の声明出すじゃないですか。それはおかしいとかね、なんか香港に対する内政干渉だとかで出すじゃないですか。で、今回の TikTok とか WeChat、で、会社で言ったらテンセントとバイトダンス、こことの取引をね、禁止するっていうね、そういったふうにトランプが言ったわけじゃないですか。でね、中国の反撃っていうのが予想されるんですけれども、面白かった記事がね、じゃあね、アメリカが WeChat と TikTok、これをね、禁止するんだったら、中国も反撃としてって思ったんだけれども、いけねえいけねえっつって、
中国ではほとんどのアメリカの人気のサービスっていうのはもともと禁止されてたって言ってね、だから報復措置が取れないっていう風にね、そういった記事があったんですよ。ちょっと面白くないですか？僕ちょっと笑っちゃったんですけど、だって中国ではね、昔からなんか Google 全部もう Gmail もね、 Google マップも使えないですよ。 Google マップも Gmail も使えないし、で Facebook ももちろん使えないし、 Facebook メッセンジャーも使えないと、インスタグラムも使えません。ツイッターも使えません。だからね、なんか報復措置がやりようがないっていうね、そういった記事があってちょっと面白かったんですよね。まあ今日そんなところなんですけれども、あとなんかちょっと思ったのは、テスラってのもね、おそらくこれ一番大きい工場がこれ、上海の近くにある工場だと思うんですよ。中国にある工場。こういったのもね、いろいろ考えていくとね、まあ考えていくとキリがないんですけれどもね、キリがないけれども、例えばですよ、これからなんかどんどん電気自動車の時代になって、で自動運転の時代になっていくわけじゃないですか。そんな中でね、もしですよ、テスラがね、すごい車の数を作るようになっていて、でもその頃にですよ、結構の部分が自動運転とかになってるかもしれませんから、それをね、全部中国で作ってたら、それ大丈夫なのかってね、なりかねないし、まあそんなこと言ったら確かに今の iPhone もそうなんですけれども、まあ他にもね、Google の AI の研究所っていうのが中国にあったりとか、まあほんとね、いろいろあるんですよね。だからどこまでやるのかって話なんですよね。まあどこまで心配してもキリがないというか。で、あと、昨日結構ね、言われてたニュースがあって、それがですね、まあ今回ね、TikTok がアメリカでは禁止になるわけじゃないですか。でもアメリカの TikToker、もちろんね、いるわけで、なんかね、一番儲けてる TikToker が19歳の人で、なんかね、年収が5億円ぐらいあると。なんかね、TikToker のね、年収ランキングみたいなのがね、フォーブス載ってましたね。一番が19歳の人で、なんか5億円ぐらい儲けてると。アディソン・レイ・イースターリングさんっていう人なんですけれども、で、2番目の人も、チャーリー・ダメリオさんで、この人も4億円以上儲けてると。だこういう人たちはね、これからどうなっていくんだみたいなね、そういった記事でしたけれども、確かになと。まあでも大体ね、TikTok で儲けてる人って、TikTok の広告収益自体っていうのはないんで、いわゆる企業からね、案件をもらって、それを TikTok の中で宣伝したりとか、あと有名になってるから、その人が自分でブランドを作ったりってね、まあこういう儲け方ですから、もしかしたらね、YouTuber とかよりは他のプラットフォームに移っても、やりようがあるかもしれないですよね。YouTuber だとね、企業案件とかも受けてますけれども、YouTube の動画自体が利益を生んでるじゃないですか。TikTok の場合は、まあ、TikTok の動画自体が利益を生んでるとはちょっと違いますからね。うん。まあそうは言ってもね、今 TikToker っていうのはね、めちゃくちゃお腹痛いと思いますけれどもね。はい、今日はこんなところです。